ードオフでジャンクのパーツ、メモリー、そしてハードディスクなどを見ていきたいと思います。はい、早速ジャンクコーナーやってきました。いや、ドラクエのカードゲーム、これ確か親父飯の親父が探してたような気がするんだけど、3240円ジャンクだよ。どうなのこれ。いや、 GTX560Ti が4000円か。これどう思う？ちょっと珍しいものを発見。 GPS ロガーですね、これね。一応ね、電源入ってたみたいです。3000円なのか、安いんじゃないかな、どうかな。お、これはお宝か。何このレトロな蓄音機みたいなやつ。いいね。うん、一見ケースに入ってて使えそうなものなのかなと思うんだけど、全部見頃のメモリーばっかだな。はうん、こっちもダメだね。かなり古いものばっかりだからちょっと探せないな。はい、今ねちょっと行ってきました。まあ、パーツ類がちょっと少なかったような気がするんでね、ちょっとまたここは日を改めて来ようかなと思いました。